ああ、ちょうど欲しかった。他には、そうだ。ここにあったはずなのに。もう絶対にここで見たはずなのに。あった。これなら絶対うまくいく。こうだよね。キャンディーをボトルの中に入れて。よし。ダメ！この実験が危険なこと知らないの？何が起こるかネットで見なかった？いいじゃない、その実験やってみたいのに。何も知らないんだから。動画見てみて。この部屋掃除したばかりだからね。わかったよ、見つけた。ダメだ、これはやめとく。ね、言った通りでしょ。サムがいてくれてよかった。安全な実験しない？もちろん、そうしよう。おお、これはすごいことになりそうだ。始めよう。さてさて、これは何だろう。面白そうね。ねえ、わからないの？これはグラス。グラスってことはわかるけど、中身は何よ？それが面白いんだって。よく聞いて。僕たち、スライムの実験するんだ。ああ、そういうこと。でも、この液体は一体何なの？まったくそう、盛り上がりに欠けるな。じゃあ、始めるよ。これは石鹸水。これはコーラ。これは窓掃除用の洗剤。これは皿洗いの洗剤。この4つでスライムがどうなるか見てみよう。これが最初のスライム。よく伸びる。どこに置こう。そうね、このグラスにしよう。黄色のスライムはここ、青いのはこっち。あ、もう一つ必要だ。スーン、事故に遭っちゃった。何も聞かずに助けて。じゃあ、お楽しみの時間だ。そうね、どれから始めればいい？これかな。うん、簡単にグラスの中に沈んだね。よかった。この中で溶けると思う？見て、この青いスライムは黄色い石鹸水の中で色を変えた。緑っぽく見える。うん、沈まないね。僕のお気に入りでもやって。緑の？緑？ピンクでしょ。ピンク、ピンクの液体。見て、なんて魅惑的。あと一つ、コーラと鮮やかな黄色いスライム、勝つのはどっち？それじゃあ。待って、確認するのはまだ早い。しばらく待って、他の実験もあるんだ。アイデアはまだまだある。僕が言っていたのは、サムがいっぱいいる。とにかくここで何するの？スン、これを使おう。え、これって何？え、ちょっとふざけるのはやめて。うん、似合ってるかも。最高、ありがとう。スン、ピンクのスライムとシェービングクリームを混ぜてるの。完璧な組み合わせだね。そう、シェービングクリームは好きなだけ入れればいい。山盛りでも。多すぎないようにね。サムチン、あ、ごめん。全体的にしっかりと混ぜ合わせよう。何かが確実に起きてる。あ、スライムがどんどん柔らかくなっていく。この色も見て、綺麗。後でまた硬くなるのかな。見て、ピンクのスライムが消えちゃった。柔らかくてムニムニしてる。色も薄くなったね。こんなに伸びるよ。サムチンにシェービングクリームで遊ばせちゃダメね。スーン、僕のこと呼んだ。わあ、このスライム面白い。あ、そうだ、どこだったっけ。ここだ。なくしたかと思ったよ。スーン、このカラフルで可愛いのをスライムに混ぜよう。すごく素敵になるって。すごいアイデアじゃない。これでスライムがもっと可愛くなるね。でもどれを入れよう。全部可愛い。これかな。これをよく混ぜよう。こうやって、あー、よく伸びる。でも飾りが混ざってるところは硬いね。わあ、このスライムすごい。言ったでしょ、僕もかっこいいでしょ。どっちがイケメン？僕なら動画の高評価。ふにゃふにゃのスライムが好きならチャンネル登録お願いね。待って、サム、それ欲しい。あっちゃ、ダメダメ、あのピンクのスライムみたいには伸びたりしないよ。私はこのスライムで遊ぶとするか。こっちも楽しいもん。で、次はどうしようかな。じゃあ次の実験を。なぜこんなに寒いの？雪？スライムは雪が大嫌い。す、雪が降ってる。もう冬なの？まだだよ。これってサムの実験の一つじゃないの？これなんだ。ただのスライムか。そうだ、これ凍らせよう。凍らせるのにぴったりのスライムね。飾り方も
の知ってるよ。ちょっと待ってて。凍らせるんだよね。なんでいきなり寒くなった？よくなった。なんだっけ？そうだ、使いたいのはこの綺麗な雪の結晶。どう思う？いい考えね、サムチでしょ。スライムと雪の結晶って相性が最高。もちろん雪も少し加えなきゃね。少しだけ。少しだけではないけど、こう言うよね、多ければ多いほどいいって。わー、とっても可愛いでしょ。待ってて、容器を取ってくる。それでは皆さん、選択肢は3つ。三角形か四角形かハート型か、どれを選べばいい？難しいな。よし、ハート型のスライムを作ろう。よく弾む。それが飛び込むにふさわしいものを見つけたよ。さあ、それを中に入れて。ハート型の容器に広げよう。伸びるけどその場にとどまらないわね。スン終わった？まだ？じゃあスンが終わらせてるうちに次の実験の準備をするね。やったー！これは見物だよ。この帽子はもういらない。それじゃあちょっと離して。なんでくっついてくるの？サムチン、やだ。私の T シャツに何したの？見てこれ。何？すーごめん、何が起きちゃったんだろう。そうだ、いい考えがある。スライムを取り除いて T シャツをピンクに染めたらどう？いい色じゃん、僕の色だもん。試してみるか。水を用意して。そうそう、違う、僕じゃなくて、もっといいものがある。この可愛いピンクのスライムを使って、どう？いいね、どれどれ。あ、いい感じじゃん。色がたっぷり。このスライム柔らかくて大きくてよく伸びる。ピンク色だし。サム、そんな目で見ないでよ。ピンクスライムは最高だって知ってるでしょ。それは正しいから反論しないよ。最高のスライムを水に入れよう。スプーンを使って全部混ぜるね。なんで混ざらないんだろう。スピードを上げようか。思ったより難しいけど前進はしてる。結果はこれ。これも入れて、興味津々。ダメになったらどうしよう。緊張してきた。しばらくピンク色の水に浸しておくね。さて、どうなったかな。わあ、とっても明るいピンク色。思ったよりもうまくいった。さっきのスライムたちがどんなに変わったか見て。気に入らない、これは不気味。緑色の兄弟に何が起きた？崩れちゃってる。これは溺れちゃった。コーラはもう二度と飲まない。最後はこれか。まだマシだね。どれからしよっか。本当に安全なの？不気味にしか見えない。試してみようよ。まずはこれから始めよう。緑のスライムとピンクの食器用洗剤。気持ち悪い。液体は変わってないみたい。スライムはどう？ストップ！手袋をつけて。危険だって。結果を見たことある？ほら、手袋をつけて。サムチンの言う通りね、考えてなかった。気持ち悪い。スライムがすごくぬるぬるしてる。柔らかすぎて全然伸びない。しかも色も変わっちゃった。見て、もうほぼ液体だ。おかゆとかしちゃったみたい。でも味見はおすすめしない。見た目が苦手。手袋しててよかった。サム、アドバイスありがとう。聞いてす、皿洗いはもう二度としない。あのスライムみたいにふにゃふにゃになるのはごめんだよ。怖い。次はこのスライムを調べてみよう。普通っぽくない。何か変わったのかな。それとも変わらずそのまま。興味深い。よし、見てみよう。確か窓掃除用の洗剤に使ってたんだよね。柔らかくなってるかな。おかゆにはなってない。よかった。でも確実に柔らかくなってる。わかる？入れる前ほど伸びなくなったみたい。潰すほど柔らかくなる。わあ、変わってるね。まるでクモの巣みたい。すごい。それじゃあ次は。ダメ、次は石鹸。じゃんけんで決めよう。じゃんけんぽん。スーの負け、僕の勝ち。石鹸だよ。わかったよ。石鹸は変わってなさそうね。でもスライムは柔らかくてぬるぬるしてる感じ。全然伸びない。バラバラにちぎれてこんな塊になっちゃった。シャワーの時は石鹸を使っちゃダメってサムに言わなきゃ。
ちなみにすごく泡立つ。このスライム石鹸になっちゃったみたい。これを見て、石鹸とよく混ぜるよ。これで手を洗えるね。それはもう十分。今度はコーラがスライムに何をしたか確認して。うん、面白いわね。ん？あれ？液体がガラスから出てこない。こうしよう。出てきた。あ、このスライムさっきよりも簡単にバラバラになる。見て、まるでスライムの塊がコーラの湖に浮かんでるみたい。このままにしておいたらどうなるんだろう。スライムは完全に消えるのかな、消えないのかな。コーラの香りのスープになって、中に小さなスライムのかけらが浮かんでるみたい。いいところは小さなスライムがたくさんあること。あ、スー、冷凍スライムのことを忘れてた。すぐ戻る。スーのために命をかけてこのスライムを取ってきた。感謝してよね。あったまらなきゃ。あ、ありがとう、嬉しい。硬いわね。どうやってこれを出そう。これが使えるかも。十分頑丈だと思う。うわ、やっぱりうまくいった。これってアイスクリームみたい。スライムはもう伸びない。かなり硬くなってるけど色は変わってない。面白い。テーブルの上に置いておけば元に戻るかな。多分無理ね、凍りすぎちゃった。ねえスー、このスライムキネティックサンドみたい。スライムは寒さが苦手だって言ったでしょ。できた、取り出せたよ。このハートの形見て、すんごく可愛い。これをバラバラにしたらどうなる。すごい、癒される。気に入った。前みたいに伸びるのかな。あ、意外とまだ伸びるのね。これは予想外。楽しい。奇妙なものに使ったスライムよりも凍ったスライムの方が確実にいい。このスライム見て、スクッキーに見えない。本当だ、雪の結晶で飾られた可愛いクッキーみたい。エルサも気に入るはず。潰したらどうかな。ああ、硬い。少し温めてみようか。このスライムもう伸びないね。でも触ると冷たくて気持ちいい。ああ、ひどい。僕のクッキーに何をした。台無しじゃないか。今度エルサのところに行く時のお土産じゃない。冗談だよ、スー。さよならしよう。そうね、今日もとっても楽しかった。本当に今日の実験面白かったね。みんな、今日のスライムの動画が気に入ったらチャンネル登録よろしくね。ほら、スライムに食べられるんだ。動画の高評価もよろしく。バイ。